は起きない Don't stop, don't stop the music Worldwide おっぱいなんだよ。なんでみんなダメ金なんかで喜べるの？私ら全国目指してたんじゃないの？本気で全国行けると思ってたの？あんたは悔しくないわけ。私は悔しい。めちゃくちゃ悔しい。チューナー使っていいから。何？ちょっと音が合ってなくて。え、そうなの？小坂さん？すみません、見学ですか？いえ、入部したいんですけど。そして次の曲が始まるのです。やあ、レイナちゃん、中学の時はいろいろあったけど高校ではよろしくね。そうね、仲良くやりましょう。ハグハグ。不自然です、完全に変質者です。何赤ちゃん動いてです。あの小坂さん、あ、行け久美子。どうしたの？大丈夫？あはは、大丈夫だよ。本当に？全然大丈夫。そう。入学式から2週間。私はまだ、高坂さんと話せずにいた。私は毎日だ、ちょっと、どいてくれない？ごめん。もう。ねえ、高坂さん。高校も UFO だね。そうだよ。そっか。交わした言葉はそれだけで、でもなぜか私はほっとした。疲れた。よっ、そっちの机よろしくね。ここに？私の家、この近くだし。見たことなかった。電車使ってないからじゃない？私自転車通学だから。言っとくけど、滝先生すごい人だから、バカにしたら許さないから。ああ、分かった？分かった。別にバカにした。何か言った？いえ、何でもないです。お前さん。ああ、小坂さん、話したいことがあるんだけど、ちょっとだけいい？うん。あとね、私からも言いたいことがあるんだ。この間練習なくなった日、ドボルザーグ吹いてたの、あれ小坂さんだよね。すごく元気出た。私も頑張らなきゃって思った。だからありがとう。ご清聴ありがとうございました。そうかな？そうだよ、スタイルいいし美人だし、それに、よいしょ。あ、疲れた。今日は爆睡だな。大前さん。あ、はい。どう思う、滝先生？え、滝先生？そう、どう思う？どうって、そりゃいい先生だと思うよ。みんな練習するようになったし、夏木先輩も去年はこんなことなかったって言ってたし、それにまあかっこいいとか。かっこいい？え、
大前さんらしいね。じゃあ私こっちだから。その微笑みは謎ステップより謎すぎだけど、なぜかちょっとだけ嬉しかった。香織先輩上手だね。先輩の中ではね、ハイトーンも綺麗に出せるし、もう持ち帰っても大丈夫。香坂さんらしいね。大前さんらしいね。仕返し？そうかも。ケースありがとう。アスカ先輩って見てるところが全然違うっていうか。いつの間に？何か言おうか。別に。というか、あがた祭り。あれね。予定あった。ごめん、私この子と行くことにしてて。え？香坂と？え？ねえ、何時にどこ集合？お祭り行くんでしょ？なんで UFO を持ってこなくちゃいけないんだ。10分遅刻。何？やっかいくてびっくりした。行こう。え、どこ行くの？大吉山登るの。なんで？なんとなく交代。え？楽器。いいよ、これ重いし。ダメ、そういうのちゃんとしないと気が済まないから。じゃあ、足痛くないの？痛い。でも痛いの嫌いじゃないし。何それ、なんかエロい。変態。私本当はさ、前から思ってたの、久美子と遊んでみたいなって。え？っていうかやっぱりそれ悪口。違う、これは愛の告白。どう考えても違うでしょ。でも私、久美子のそういうところを気になってたの、前から。好きっていうか、親切ないい子の顔して、でも本当はどこか冷めてて。だからいい子ちゃんの皮、ペリペリってめくりたいなって。それは、どういう。香坂さんはこれが見たかったの？見たかったって言うとちょっと違うけど、他人と違うことがしたかったの。地面が星空みたいだ。私特別になりたいの。他の奴らと同じになりたくない。だから私はトランペットをやってる。特別になるために。吸い込まれそうだった。私は今この時なら命を落としても構わないと思った。やっぱり久美子は性格悪い。どうしたの？レイナ、私。私も頑張る。だから頑張って。レイナ。私も頑張るから頑張って。約束。頑張る。私さ、滝先生のこと好きなの。あ？好きって言ってもライクじゃないよ。ラブの方ね。ラブ？言い直さないで。はず。あ、ごめん。こんな時期に顧問のこと悪く言うなんて、ほんと信じられない。うん、そう思う。何その顔。いや、レイナって可愛いなと思って。性格悪っ。どうしたの？お昼、もう食べたかなって思って。うん。そっか、一緒に食べようかと思ったんだけど。平気？さっき香織先輩たちと食べたの。
そっか。今私が勝ったら悪者になる。いいよ、その時は私も悪者になるから。香織先輩よりレイナの方がいいって。ソロはレイナが吹くべきだって言う。言ってやる。本当に？多分。やっぱりクミコは性格悪い。裏切らない。もしも裏切ったら殺していい。本気で殺すよ。レイナならしかねないもん。それが分かった上で言ってる。だってこれは愛の告白だから。では香坂さんがいいと思う人。はい。良くなってる。でもコンクール的にはダメだよね。ねえレイナ。ん？私上手くなりたい。レイナみたいに。私レイナみたいに特別になりたい。じゃあ私はもっと特別になる。うん。レイナ、まず飲んで。合わせよ。その時、私は知った。悔しくて死にそう。その辛さは。実はね、今まで滝先生と二人きりだったから。それでね、滝先生が私の。あ、ユーフォ君。ちょっとレイナ、ねえこれ見て。努力した者に神様が微笑むなんて嘘だ。ね。だけど、運命の神様がこちらを向いてウィンクをし。ちょっと、ねえクミコ。出た！一発ゲット！クミコ！おはよう。おはよう。学級運搬の人、先に移動しまーす。あ、はい。クミコ。結ぶの手伝って。あ、うん。キツネがいい。わかった。では皆さん、行きましょう。全国に。うっ！本番、頑張ろうね。そして私たちの曲は続くのです。